ハクション大魔王を呼ばれて飛び出て、あくびちゃん呼ばれて飛び出て、あくびちゃんは、タツノコプロとキッズステーションが制作した日本のテレビアニメ作品。ハクション大魔王登場キャラクターの陣であるあくびちゃんを主人公としたスピンオフ作品。2001年12月11日から2002年3月26日に、第1期として第1話から第13話が、 2002年10月1日から2002年11月11日に第2期として第14話から第26話が放送された。第1期ではアくビとコロンが中心のエピソードがほとんどだったが、第2期では他のキャラクターが中心のエピソードも多くなった。あとに地上波でも毎日放送やテレビ愛知、TBK などでも第1期と第2期を共に放送しており、 UHF アニメに分類されることがある。その後も各地の地方局で徐々に放送されている。また、漫画版が講談社、仲良しでも連載されていた。漫画作画担当は神北双子。キャラクター原案の吉田鈴香は、辰野子プロ創業者で、ハクション大魔王の原作者、吉田辰夫の長女である。なお、この作品は、辰夫と共に辰野子を設立した。 達夫の弟で、鈴鹿の叔父である、吉田健治と、久野里一平がスタッフとして、直接携わった最後の作品になっている。本作を収録した DVD 版もある。前作、白クション大魔王の最終回で魔法の世界が、壺の起手によって100年の眠りについてから30年。あくびは千十歳を迎えようとしていた。大大魔王は、 特例としてあくびが人間界へ修行に出る許可を出す。小学5年生の女の子眠伝コロンをご主人様としたあくびは魔法の力でコロンの願いを叶えようとするのだが犯人前の魔法使いゆえに毎回様々な騒動を起こすのであった。クラスメート教師、ありがとうございます。